交際相手の娘である4歳の女の子に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の疑いで逮捕された男が今日起訴されました。傷害致死の罪で起訴されたのは大阪府門真市の建設作業員山下翔也被告27歳です 起訴状などによりますと、山下被告は今年6月、交際相手の娘で橿原市に住む田川聖花ちゃん4歳に、腹部を圧迫する暴行を加え、死亡させたとされています。検察は、山下被告の認否を明らかにしていませんが、逮捕時の警察の調べでは、全く身に覚えがありませんと、容疑を否認していました。 なお、山下被告は今年5月にも、聖華ちゃんの方などに暴行を加えたとして、傷害の罪で今月5日にも起訴されています。